今日、札幌の国道36号線や羊ヶ丘通りなどで警察が交通規制を行い渋滞が発生しました。その理由とは。ご覧のように折りたたみ式のバリケードが備えられていまして、危険な車両が進入できないようになっています。豊平区の国道36号線や羊ヶ丘通りなどでは今朝7時ごろから警察が交通規制を行い渋滞が発生しました。物々しいね。テロでも あったんじゃねえかと思う。今年1月でですけど初めてです。近くでは早朝より全国各地からお集まりをいただき本当にありがとうございます。日教組日本教職員組合の教育研究全国集会が開かれていました。全国の教員延べ8000人以上が参加し教育活動を発表するこの集会、道内での開催は19年ぶりです。交通規制の主な理由は、会場周辺に集まった集会に抗議する団体への警戒です。バスが回り始めたのが8時過ぎくらいですか。ちょっと怖いのはあります。警察はバリケードを閉め、街宣車が会場周辺に入らないよう締め出しました。交通規制は今日正午に解除されました。物々しい警備の中始まった日教組の全国集会、あさってまで教科やテーマ別に話し合う分科会が札幌市内の複数の会場で行われます。